こんにちは、速稼塾の久保です。吉田さん、私ね、子供をインターナショナルスクールに通わしてるんですよね。で、正式には4月10日に入学式なんですけども、やっぱり集団行動を覚えさせた方がいいんじゃないかなっていう考え方もまあまあ聞くんですよ、集団行動の中で学ぶものがあるはずだと。でね、じゃあ集団行動を私たちは幼い頃からやってきて、今どうですかね、集団行動うまくいってるんですかね。まあ、そういうふうに うまくいってる人が言うんならいいんですけども、結局はうまくいかなかったり、学校に行ったばかりにいじめにあったりとかね、そこでストレスを抱えてうまく立ち回れなかったりとかして、追いやられて追いやられて、で収入も上がらずに、学校って何だったんだっていう人が、集団行動はとかね、まあ公立高校とか生かした方がいいっていう考えに至るのは何でなんだろうと思っちゃうんですよね。もちろん何かしらの考えがあればいいと思うんですけども、私もね、別に、馬の耳に念仏をしてるわけではないんですよ。ただこれからは個性の時代だと思いますんで、私はね、代わりのできる人間になるべくならない方がいいのかなと思うんですよ。お前しかダメなんだよみたいな人に、どこに行ってもそうなるようにした方がいいのかなとかね。例えば今行ってるインターナショナルスクールは、まあ、いわゆる同級生と言えるのか、そういうのは別にないんですよ。幅広い年代で一つの学び屋って感じですからね。クラスルームは一つですから。で、国も多種多様ですんで、当然ですけども、日本語とか日本文化だけでは渡っていけないと。そういう意味で、やっぱりお互いのコミュニケーションをフルに活用して、まあ、宗教観とかね、歴史観とかっていうものを学びながらやっていけるんじゃないかなと思うんですよ。まあそれで何が起こるか分かりません。何が起こるか分かりませんし、そっちの方がむしろうまくいかない結果が出るかもしれません。まあそれも込みでね、勝負かけてあげたいなと思うんですよね、幼い頃から。まあ私はやっぱり自分の子供に過大な期待をかけるつもりはありませんけども、家庭教育としてはやっぱり10歳までには投資を覚えさせてね、それまでにはビジネスを何がしかのことをやってもらうために教えていこうかと思うんですよ。商品を作れるようにとかね、人を喜ばしてお金がもらえるようにとか、セールスをするようにとか、何かのお手伝いをしていくらもらうとかね、まあそういうふうにしていこうと思うんですよね。まあもちろんこれはある程度押し付けがましくないように、うまいことね、そうしたいっていうふうに思わせないといけないですけどね。まあでも何がリスクかね。最善を尽くして最善にならないわけですから、お互いに。だから思い切りやった方がいいんじゃないかなと思うんです。せめてね。ただやっぱり周りの人に合わせてとか、誰かの意見に沿うようにとかやってもいいことがないんで、やっぱ内側から出る発想で十分リスクヘッジしながらね、進んでいけば、大きなダメージもそれこそ収穫になるんではないかなと思いますし、安全牌でうまくいく方法をああでもないこうでもないって考えたところでわからないですからね、結果がどう出るのか。じゃあ少子高齢化のこの世の中で集団行動って一体何の意味があるのかなとか、むしろ孤立して過ごすことの強さとかね、仲間外れにされてもそれは仲間外れじゃなくて孤独という気高い、孤高のね、地位を得たというふうに考えていくこととか、それからいじめっていうのがね、もしあるとしたら、いじめがあるんではなくて、そのいじめがある空間にお前が行かなければいいみたいなね。まあそんな形でできないかなとかね、いろいろ考えちゃいますね、やっぱりね。まあ今伸び伸びと育ってくれてますしね、ちょっと腕っぷしもかなり強くなってきたんで、頼もしいなと。あとはね、加害者側に回らないように道徳とかね、それから宗教観とか植え付けていたいなと。その辺マインドセットはね、得意分野ですからね。まあ大和魂を持たしていこうかなと思います。まあでもこれ世の中どうなっちゃうんでしょうね。日本の中でつつましくやっていっても、世界が相手、世界がライバル、世界が敵ですからね。怖いですね。いってらっしゃい。